ひなちゃんさっきから思ったんですけど、はい、グリップがすごい綺麗、なんかあの、うん、力が、うんうん、なんかなんて言うんだろう、ふわっと握ってるのに上から来てるっていうか、あ、右手がね、そう、あ、なんかグリップでなんか気をつけてることってあるんですか？ね、左右の手を緩ませないことは気をつけてます。左右の手を緩ませない、うん、これだと緩んでるけど、緩んでるキュッとする、そう、そこのこれね、ここのね、これね、ここがこんなに上に来ることってあんまなくて、うん、でもなんかこのなんだろうね、なんか上からしっかりこう来てる、そうだ、グッてそういう感じもないの、なんかふわっと上からグッてしたらさ、こうなるじゃん、なんか、うんうん、抑えちゃうみたいな、ね、そうそうそう、でこうもないじゃん、ないないない、ドライバーの練習をしてる時にやっぱり力が弱いと思うんで、うん、自分のことはこういかに自分の力をボールに伝えられるかなっていうインパクトの形を作ってて、うん、でインパクトこうだなみたいな、あ、そう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 、でこう右手でどうやったらこっから力を伝えられるかをやってた結果この向きになった感じ。じゃあインパクトから戻ってったらその、そう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 、グリップになった。なんか考えたことないですよね。なんかこれじゃ押せないなとか、うんうん、なんか自分が一番しっくりきて力が入るのはこの向きかなっていう。この向きで上なんですね。あ、そう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 。そしてこれ。スクワットが好きで、あ、それじゃグリップが綺麗。今の聞いてて、はい、なんとなく感じたのは、うん、もしかして指の腹で、うんうん、なんかこう付け根、指の付け根の付け根ね、なんかこの辺で押してんのかなって思う、ね、そう、この辺でインパクトの時に押していく、あ、こうですね、うん、その感じがなんか、うん、自分で戻っていったらそこにたどり着いたんだろうね、まあでもインパクトが全てだもんね、どう上がってようがね、そう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 、あそこさえ良ければね、うん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 、狙ったとこに行ってくれるから、うーん、なるほど、バッて上げます、上げます、かな、なんてあげたんだけどね、いい当たりだったけどね、37ヤードを8番でちょっとアイアンのちょっとグリップアップで撮っていってほしい、ナイスショー、ありがとうございます、めっちゃいい、ボギーだと思って打ってます。あ、ボギー、ボギー。
ボギーボギー、すごい。未だワンアンダーです。はい、ギーナちゃん、はい、ナイスショー。はーい、ありがとうございます。決まる。はい、キック。斜面を使って、真ん中。もう90ヤード戻るぐらい曲がってる。ドッグレッグ。そう。そうなんだ。だからすっごい左、今のところでも結局刻まなきゃいけないです、多分。あ、そうなんだ。言うの忘れてた。すいません。大丈夫。なんか こんなとこあったっけと思って。マジすごいから180度戻るぐらい、なんか、ほんとすんごいことになってる。はい、90ギリか。ヒッキーナちゃんが思う思う90ギリ。はい、90ギリもグリーン周りはそうなんですけど、うん、あとはやっぱり状況判断とマネジメントをしっかりできると90ギリできるのかなっていう気もするかな。状況判断ね、うん、そう、ライとか、あとやっぱちょっと技術だけじゃなく頭結構使っていきますよね。使っていきますね。そうですね、あの方向とか、うんうん、距離とか番手とかを考えるんだけど、うん、風を忘れちゃうとか、うん、そういえば上げてたみたいな、うん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 、なるともったいないじゃない。もったいない、うん、だから状況判断を丁寧にやってあげるといいのかなって思います。でしっかりあの自分の中で落とし込んでもいけるって思って初めて打ってみたいな、それを繰り返していけば、そうだね、90ギリいけるかなと思います。あと私の中でですけど、うんうん、ダボ1回ずつありかなって思ってて。あ、全然ありだと思う。ありですよね、うんうんうん、90はダボ打ってもなんかこう、まあ、パワー拾っていけば、うん、いけるかなって思うんで、うん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 、またトリがきついなみたいな。あ、ちょっと、うん、そうだね、うんうん、まあ、バーディー取れるあれがあればいいんですけどトリ打っちゃうとちょっとそう、ダボで抑えたいですよね、うん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 、でまあ安定して、うん、まあ、基本ボギーペースでパー拾ってってみたいな感覚ですよ ね、うんうんうん、そうだね、合ってます。合ってると思いますやばくない、ゆきなちゃんあのキー狙っていけたら最高じゃない。そうだね、私無理だな。1番は要注意ですか、みたいな。絶対左斜面でもいいぐらい。もう180度回ってるから。え、180度回ってる、合ってる、ちょっと違う、あんま打ちすぎてもイメージこうね。マジこっからこれぐらいピン向かってるから、ちょっとフェードをかけるイメージ、意地をしっかり。ユーティリティで軽めに行きます。フェードかけるんですか。一応気持ちは気持ちは、ね、気持ちはフェードで行きたいと思います。お、うまい、かかってるよ。いい感じかな。両方打てるんだね。ナイス、成功超成功。ありがとうございます。超かかってましたよ。こういう時しっかり左右に向いちゃって、いい、嘘、待って、ちょっとなんかマッカ変なとこ当たっちゃった。やばいやばいやばい、おー、止まった、止まった。はい、質問。はい、左足下がりのポイントを教えてください。はい、ボールの位置を右に置きます、いつもより。で、目線低く、目線低く、目線低く、そうです、そうです、目線低くして、これも起き上がらないように目線低くしてこう押さえて打つ感じ。
今なんか目線良かった、ね、狙ってる感、うん、でちょっと左ピンだけど真ん中ぐらい、あ、ま、もう真ん中狙ってきます、うん、はい、はい、よいしょ、でも向かっていくんじゃない、でもうん、ナイスオン、オッケーですね、オッケーオッケーです、はい、レース開いて、うん、やっぱこうなったね、ちょっとなったね、なったね今ね、ちょっとね、うわーってやっちゃった怖がらずに左に振ってく、左に振ってく、今やっぱね、うん、左に振れなかったもん、うんうんうん、クッてなっちゃった、そう右に振っちゃった、うんうん、うん、もうちょい近い方がいいのかも、はいはい、オッケー、うん、あーナイス、抜けた、もう左に飛んでってない、そうだよね、意外とスピン効いた、もうちょい行ってくれ、うん、すごい切れないか、まっすぐ、ナイスパー、ありがとうございます、あー切れる、うん、惜しい、うん、最後ラストだ、なんだろうね、ショートかな、なんかショート1個やってなくない、ショートかな、やってないですよね、うん、多分、ところに乗っていきました、難しいとこ行っちゃった、難しそうね、なんかあのマウントが、はい、最終ホールになりました、はい、どうでしたか今日1日、今日1日なんかあっという間に終わっちゃいました、でした緊張全くしなかったね、あ、うん、意外としないかも、ね、ね、なんかもう超なんか、しかもゴルフやるの初めてですからね、そう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 、私とあのご飯1回2年前に食べたキリなのに、なんか初めまして感がないまま緊張しない感じのユッキーナちゃんにびっくりしてます、やりやすかった、本当ですか、ありがとうございます、なんかいろいろ聞いちゃいましたが、いやいや、すごく参考になりました、よかったです、最後、はい、いい感じで上がって終わりましょう、はい、そうですね、はい、頑張ります、頑張ります、アンダーかパーかっていうね、ただちょうど嫌な距離、ゆっくりやってください、祈ってます、わかりました、頑張ります、入れたいね、入れたい、どうしようかな、入れ、あー忘れた、おー惜しい、忘れた、ナイスイン、ありがとうございます、ナイスパワープレー、パワープレーってすごいことなのに、なんかどうしてもアンダーを考えてしまった、ね、いやあれは本当切れた、めっちゃ最後切れたね、くってね、うん、切れたかったな、うん、よかったー、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、ゆきなちゃん今日お疲れ様でした、見事初出場パープレー、ありがとうございます、なかなかないですよ、ないです、すごい、ありがとうございます、もう、うん、アンダーで行ってほしかったですけど、うん、本当すごいなっていう、なんか調子が悪かったんですけど、本当に、うん、本当に結構今日何回か聞いたけど190ヤード本当に、うん、あ、それも本当に調子が悪いの本当にそれも本当にでもパープレーでもあれたんで、ね、これを機にちょっと
調子を上げていけたらいいなと思います。春になる子だよ ね、 あそうだね、絶好調、ちょうどなってるといいですよね。ゆきなちゃんはラウンドレッスンとか、はい、まあ、インドアのレッスンインドアのレッスンですね、やってるんですね、うん、でインスタグラムもあの、はい、やっていて、そこにメッセージで問い合わせすることも可能、うん、大丈夫です、大丈夫です、はいはい、なのでその連絡先とかこの概要欄に貼っとくんで、ここのいろいろいいんですね。皆さんあのレッスンを受けたい方はぜひあのご連絡してください、はい、してください、はいはい、もう千葉でもどこでも、うん、千葉関東圏内、関東圏内ラウンドレッスンはやってるかな、うんうんうん、で練習場のレッスンは千葉県とあと東京の日比谷でやってます、はい、です。じゃあ皆さんぜひゆきなちゃんに教えてもらって、はい、レベルアップしてください、はい、今日はね大丈夫でした、楽しかったですか。あ、楽しかったです。またぜひ初めてでにあれ、ねうん、初めてとは思えないぐらいなんか、なんか悩みも私もたくさん聞けたんで、すごい色々話せて楽しかったです。これに懲りず、はい、ぜひ出演してください、はい、お願いします、お願いします、はい、ありがとうございました。あ、ちょっと言いますね、このままで。皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。